どうも高井です。出版業界の客は団塊の世代、他は無視だ。若者の活字離れなんて言葉が入りましたけど、それは正直言って出版業界の言い訳です。出版業界は昔から団塊の世代というボリューム、人口のボリュームがでかいっていう世代をターゲットにしたマーケティングをやって本を売ってきました。それは今に至っても同じ。 出版不況が始まったのが1998年。その頃にインターネットなんて流行ってないんですよ。パソコンがようやく出始めたっていう時は、1995年に Windows95 が発売したっていう時だけですね。そこから普及し始めた。Windows95 のノートパソコンをいじって遊んだことあるんですよ。中のゲームソフトをいじって遊んだんですけど、ほんの些細なゲームソフトで、 いじって遊んで30分でえげつないほど発熱して今私がいじっているパソコンでそんな発熱が起きたら即シャットダウンして冷めるまで待ちますそのレベルの発熱が平気で起きていたってことはワードとかエクセルとかそういうオフィスソフトっていうのをいじる程度しかできないってことなんですよ簡潔に言うとそんなパソコンでインターネットいじりません無理です で今の至るまで段階の差でしか相手にしなかったからえげつないほど若者なんか無視してマーケティングやってたからそりゃ若者なんてテレビと同じく離れるよねそれ YouTube とか行っちゃうわけですよねまあ当時インターネットなかったでしょうから YouTube なんて、ね、見るよしなしいけどそんなことばっかやってるから年寄りばっかりをターゲットにするしその年寄りですら 文字がマスカ過ぎだったらそれれは老眼で見れないしねお金は当然孫とかに出すだろうし、旅行とかに使うだろうし。っていうことでもう現代となっては衰退して半分以下になりつつあるっていうのが出版業界ってことですよ。なので皆さんはもし今皆さんが若者であればそれはもう関係ないってことです。 むしろ若者をターゲットした商品出せやって感じなんですよ。私でさえ8割が戦ってる本は翻訳本です。なので若者何人バラやってなったら、それって何なのかな言い訳じゃないのってことで調べるきっかけになると思います。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。